まああのここに脳の断面図なんですけどここに小脳っていうねえまあ運動制御に使われているえまあ部位があるんですけどまあここに大脳神皮質があって大脳神皮質の大きいですけど小脳小さいんですけどピリッと辛い重要な役割を果たしてましてで僕はあのまあ大学に出て理化学研究所ってとこで脳の研究を始めた時にそのお世話になったのが伊藤正夫先生というまあ小脳の体幹ここの部分をずっと研究されている方だったんですね。こここの伊藤先生はここでっていうまあ、えー ロングタームディプレッションというかですねシナプスの伝達効率が長期的に下がる、えー、そういう現象を見つけられてずっとノーベル賞候補って言われてきたんですけど、まあ、日本のメディアはねバカですから自分たちで判断する能力ないですから伊藤先生が亡くなった時にほんのこんな小さなベタ記事で僕ああいうの見た時に日本の新聞とか本当に許せないなと自分たちで価値判断ができなくて単にノーベル賞をもらったとかそういう権威をもう経理についていくだけだから あのもし伊藤先生がノベーベル賞を取ってたら一面に持っていくんでしょ、まあ、日本の新聞なんてそんなもんですよ、まあ、ダサい、まあ、メディアなんですけどそれは置いといてあのもこの小脳のね計算論でそのデイビッド・マーがデイビットマーっていう人がその小脳はこういうことをやってるんだよっていうまあ理論を作っててでその予言のもとに伊藤先生が研究して LTD っていうまあ現象を見つけたんです。でだからショーノーの,あの 計算のどういうことやってるのかってことについては比較的理解されてるんですけど問題はこの大脳新皮質ここが何をやってるかってことはまだよく分からないと。であの要するにですね脳の学習理論というのはそのヘッ不足っていうのがあって、まあ、シナプスの両側で神経細胞が活動すると、えー、まあなんて言うんですかそのシナプスが強まるというねそういうまあ 意外とその単純なルールで遠くまで行けるんだけど問題はそのへ不足みたいなシナプスの,あのアップデートのルールがどういう文脈に埋められてるかっていうのはだからこの神経細胞のネットワークっていうのはその文脈の塊なわけですねこれが前頭前野がどうだとか側頭連合野がどうだとかでその文脈全体の見取り図がないと大脳新皮質の計算論っていうのはできないんですけど。 それがないということを伊藤先生僕生前最後にお目にかかったときにおっしゃってましたね。ですからその、えー、計算大脳神皮質の計算論がないから、結局今人工知能っていろいろ使われてるんですけど、まあディープラーニングになしろ何にしろまだやっぱり脳全体から見るとそのやってるタスクが単純というかね、画像を認識したりとかあのまだその脳全体をどう 計算論的に定義付けたらいいのかってことについてのモデルがないんで、あのそれに合わせた人工知能もないと。ですから例えばあの多くの人が言ってるのは例えば注意の制御、あの何に注意を向けるかとかそういうことは重要な計算論なんだろうし、それからそのワーキングメモリーみたいにね、そのあるタスクのために一時的に記憶をまあ蓄えて引き出すっていうことも大事なんだろうと。 いうことが言われてまし意欲ですね何かをしたいとかそういう意欲を作り出す脳機構も非常に重要な計算論の一部なんだろうとだから総合的な人間力みたいなものこれをだから、えー、とどう計算論的に定義するかってはとても難しいんですけど総合力なんですよ脳っての,は、ね、なのであのついその脳の機能っていうと部分部分を取ってここの部分はこういう機能だっていうような話がしがちなんですけどやっぱりトータルのそれはオーケストラの楽器みたいなもんでトータルの指揮者のようなものが うんどういう役割を果たしているのかってことを理解しないといけないししかもその指揮者の役割っていうのは一つじゃないかもしれないだいろんなやり方があるかもしれないそれが個性だしパーソナリティって言われてるもんなんですけどその計算論的なあの定義づけっていうかキャラクターゼーションというのはまだないとですからねなんでこの話を僕今日「情熱の教室」のカテゴリーで今してるっていうふうに気づいたんですけど「本 <laughs> 当かよ」みたいな「話してるうちに思ったんだろう」うみたいな。 えと結局なんか皆さんが脳をよく使うっていう時にそのイメージするものをそんな単純なものにしてほしくないんですね正解が決まってるテストで正解率を上げていくとかそういうことではなくてなんかお,つお伝えしたいイメージっていうのは脳の計算理論っていうか脳が何をやってるかってことについてはまだオープンエンドだしあのなんか正解がたくさんあるかもしれないしそんなに分かってないんだってことです。分かかっっててないからいじゃあ我々が生きるることを実践する上でも どういう風にしたらいいかっていうようなことってのはそんな単純にわかるわけじゃない。だから世の中にはね、脳はこう使え、こうやってやるといいみたいな単純なストーリーがあるんだけど、それやっちゃうと結局モノカルチャーになっちゃって、脳の計算論の最も複雑なところっていうのは使えなくなっちゃうんで。だからそうはしない方がいいです。ぜひあの何ていうか脳の複雑さ豊かさでその計算論ってのはまだ理論的には解明されてないんだってことを頭に置いた上で。 えー、一人一人の脳をうまく使うようなそういうあの人生を歩んでいったらいいんじゃないかなと思います。